それでは大変長らくお待たせいたしました。最初はハンドベルベルネージュの皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、ミュージックベルという楽器を演奏しておりますベルネージュというチームです。今日は皆さんに、音楽のプレゼントを届けにやってまいりました。どうぞ短い間ではございますがお聞きください。今ハンドベルというご紹介がありましたが、ハンドベルの仲間と思っていただいて結構です。ちょっとベルを見せてもらいますね。本物のハンドベルは実は低音はバケツぐらい大きくて、高音はカップぐらいちっちゃいっていう風に、音の高さでベルの大きさが変わります。ところがこれはそれを持ち運びしやすいように取っ手がついてて、演奏するのに持ち運びやすいように改良されたものです。本物のハンドベルだとバケツぐらい大きいのはね、男性じゃないとこう持ち上げて演奏できないというぐらい重いものになります。でこのハンドベルの改良されたミュージックベルというものはですね、どこの国で作られたでしょうというのをいつもクイズにさせていただいてるんですけど、ちょっとまあ今ねヨーロッパがいろいろちょっときな臭い話がありますが、鐘の文化でもともとヨーロッパからハンドベルの音楽がやってきました。ね、ヨーロッパではそういうふうに鐘の文化なのでハンドベルっていうのがあるんですが、なかなかね教会とか学校とか持ち運びが大変なので人が集まって振るっていう形になってました。でそれを改良したのがなんと日本人なんですね。ものづくり日本だとそこはいつも誇りに思っていますが、とても綺麗な音色で持ち運びしやすいようになっています。はい、1曲目は親しみやすいようにミッキーマウスマーチを弾かせていただきました。2曲目は皆さんよくご存知のふるさとを演奏いたします。もし歌詞をご存知の方がおられましたら、ぜひ一緒に歌ってみてください。ではお聴きください。
はい、ありがとうございました。1番はメロディーのみ、2番は、ハモリパートを入れて演奏してみました。ね、なかなかベルの音色で聞くことはないかと思いますが、一番最初にこれを合わせた時になんかね、下校の音楽だなみたいな感じで私は思ってしまったんですけど、お楽しみいただけたかと思います。はい、続きまして、私のお気に入りという曲を演奏します。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、映画の中で使われた曲なんですね。何の映画かと言いますと、サウンドオブミュージックっていう曲の中で、マリアという家庭教師がね、とあるお家のたくさんの子供がいるところで家庭教師をして、まあ、しつけもするということになっていくんですが、とある晩に嵐がやってくるんですね。で、雷も鳴って怖がる子供たちが一部屋に集まります。その時に怖い時はお気に入りのものをたくさん思い出してみようっていうことを声かけていくんですね。その時に具体的にまた歌詞の内容を調べていただいたらいいんですけど、子供さんなのでなんかすごくえっていう、大人ではえっていうようなものをこうお気に入りの猫の尻尾とかね、例えばそういうものが上がってくるんですけれども、怖い時、辛い時、自分のお気に入りのものを思い浮かべてその時を、乗り越えていきましょうというような歌です。で、私たちも実はとても好きな歌なので、ぜひ、今回の舞台で演奏したいなと思って選びました。お聴きください。ありがとうございました。はい、このベルネージュっていうのは私は実はピアノ講師をしておりまして、ピアノってね、一人で完結する楽器なんですよ。で、一人で練習するのがまあいい、自分のペースで合わせられるんですけど、メンバーとなんかこう合わせて何かをやりたいなと思った時にこのミュージックベルに出会いまして、でぜひベルのチームを作りたいなと思って声をかけましたところ、賛同して集まってくれたメンバーが今日のメンバーです。で、ベルネージュっていうのは、ネージュっていうのがですね、雪っていう意味なんですね。で、私の名前が松原美雪と申しまして、名前に雪が、降る雪がついているので、で、ベルネージュという名前を付けさせていただきました。で、今からちょっとメンバー紹介をさせていただきます。これ取ってもいいかな。メンバー紹介をさせていただきます。木村香織さんです。はい、続きまして、中野美智子さんです。はい、同じピアノ講師仲間です。はい、続きまして中本千尋さんです。で、一番最後に丹羽純子さんです。ね、地元丹波屋さんでお世話になっております。はい、ということで、一
1/4ベルなんでね、1人が抜けてもなかなかね音楽にならないんですよね。なのでみんなで心を合わせてフッっていうそのタイミングで振って、でうまくいったらすごく自分たちでわーやったーっていう気持ちになるんですね。でこれ楽譜読めなくても実は振れるんですよ、ミュージックベルって。楽譜にね全部ねカタカナでね書いてもらうんですね。なのでこの中で楽譜読めない人がはいはいいます。でも全然振れます。でもちろんさっき言いましたのピアノ講師もいるのでプロもいるんですけれども、結構ね楽譜にマークをつけたりいろいろ工夫して、楽譜が読めなくてもとにかく人数が集まって手を貸してくださいっていうことで売れる楽器手なんて言います。はい、ではいよいよもう最後の曲となりました。続きましてご紹介する曲は花水木です。花水木では実はベルだけではなくこういったトーンチャイムを使います。でこのトーンチャイムっていうのは鉄琴をね一個ずつバラバラにしたような楽器なんですが、ここの先にバチがついててこういう音が鳴るんですね。ちょっとベルとは振り方と構造が違うんですが、今回この花水木でこのトーンチャイムという楽器とミュージックベルのコラボで合わせた音色をお楽しみいただきたいと思います。ではお聴きください。ベルネージュの皆様、素晴らしい演奏をありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。